はい、皆さんこんにちは。今回はですね、このもう白ご飯をいきなりなんですけど用意したんですよ。白ご飯に納豆のタレをかけると見た目も味も炊き込みご飯にみたいになるみたいなんで、実際にちょっと本当にそうなるのかをやっていきたいと思います。まあ、納豆のこのタレだけですねをかけたいと思います。よいしょ。はい、こんな感じでかけます。これでなんかね、見た目もね、まあ確かに見た目もこれ混ぜたら炊き込みご飯みたいな感じになるかもです。それプラスなんかほんと白ご飯のこう見た目こんな感じです。まあ、確かに炊き込みご飯っぽいこれです。味も炊き込みご飯みたいになるみたいなんで、早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、美味しい。普通に確かに炊き込みご飯っぽい。てかなんか卵かけご飯に近いのかな、なんか。うん、でもうまいですこれ。なんか普通に納豆なくてもタレだけでも美味しいですぜひ皆さんもやってみてください。次回の動画もお楽しみに。またねー。